ミラ、魔法のペットのモーフルは何にでも変身できるんだ。こんにちは。今日はモーフルと一緒にいろんな色を使ってみようね。よく使う6色の絵の具を用意したよ。赤、黄色、青、緑、オレンジ、そしてピンク。モーフル、絵の具を塗る筆になって。イエーイ。それじゃあ生き物の絵を描こう。この絵の具を使ってね。赤い色の生き物はカニ、それからテントウムシ。次に黄色の生き物はちっちゃなひよこ、それから強いヒョウ。わー、青い生き物はクジラ、それに青いチョウチョもいるね。マーブル、チョウチョ好き。カメは緑、それからカエルも緑だね。金魚はオレンジ色、トラの毛並みもオレンジ色だね。最後にピンクはフラミンゴの色、それにサンショウウオもピンクだね。モーフル、お絵かきがすっごく上手だね。アイスクリーム。それからアニミ、アクアリー、アイシさん、それからごめんダブラ、魔法のペットのおやつがなくなっちゃった。魔法でおやつを増やしたんだね。チームに入らない？イエーイ！うん、チームに入るよ。やったー！アーヘルマ、チーム欲しい！イエーイ！イエーイ！僕らがリード。いい試合。出番。チームアーフル。試合する。へへん。
バイバイチームオーフル。オーフルが多すぎるの良くない。私たちのチームに入る？魔法のペットチーム、大勢の方が楽しいね。イエーイ。ああ、リンゴの中にワニがいる。助けて。君がこのトロフィーを、さあバーキー、この美しい庭に水をまこう。ん？ちょっと待て、これはホースじゃないぞ。こいつはヘビだ。今の俺たちは怖い動物泥棒だ。怖い動物たちを盗んで町中に放してやる。スタイン、思うんだけど、トラを放せ。わあ、助けて。大変、助けに行かなきゃ。モーフル、モーフル、モーフルできない。あ、トラ怖い。私だってトラは怖いんだよ、モーフル。すっごく危険だもんね。でもモーフルは怖がらなくていいんだよ。何か大きなものに変身すれば、トラの方がモーフルのことを怖がるはずだよ。あ、トラが怖がるものといえばやっぱりあれだね。見て、大きなティラノサウルス。モーフル、まだ怖いだよね。でもやらなくちゃダメ。何回も立ち向かっていけばだんだん怖くなくなるの。やった。それじゃあ他の動物たちも町から追い払いに行こう。動物たちを放したから、みんな家の外に出られなくなったぜ。今こそ真の計画を実行する時だ。ああ、本当の目的はフルーツ泥棒。一日一個のリンゴで医者いらずって言うからな。町中のリンゴを食べ尽くせば、もうお医者さんに行かなくて済むぞ。お医者さんは本当に怖いよ。あの二人を止めなくちゃ。モーフル、とっても大きなワニになって。うわぁ、巨大ワニだ。二人とも、リンゴを盗む必要なんかないよ。前は私もお医者さんが怖かったけど我慢して行ったの。今はもうお医者さんのこと全然怖くないよ。何回も立ち向かっていけばだんだん怖くなくなるの。本当に？やあ、いらっしゃい。中に入って。全然怖くなかったね、スタイン。
ありがとうモフル、スーパーヒーローね。わあ、オーフルもスーパーヒーロー。オーフル。しまった。おじいさんを助けなきゃ。ありがとうモフル。ああ助けて。まったくけしかよ。トラを動物園に連れ戻さなきゃ。オッケー。見てくださいよ、あれ隕石だ。オーフル、隕石止める。このままじゃ隕石が町にぶつかる。逃げろ。隕石を止めてモーフル。やったねモーフル。隕石を受け止めるなんてモーフルは本物のスーパーヒーローだね。あ、離してよ。ダメだね。お前たちを餌にしてモーフルを捕まえるんだ。助けて助けて。大変、二人を助けなきゃ。ヒーロー、オーフル助ける。オーフル待って、罠だよ。助ける。捕まえたぞモーフル。待って、こいつモーフルじゃないよ、オーフルだ。モーフルはここだよ。オーフル、フリーズさんを呼んできてくれる？二人を逮捕してもらおう。何するんだ悪者兄弟。ありがとうオーフル。助けてくれてありがとうオーフル。本物のスーパーヒーローだね。ねえ鏡さん、鏡の世界ってどんな風になってるの？鏡の世界を見せてあげようミイラ。ダメだよモーフル、私の中に戻して。あれはオーフルだ。鏡の世界では何もかもがこの世界の正反対になってる。モーフルはとってもいい子だから、鏡の中のオーフルはその反対でとっても悪いことばかりするんだ。そうなんだ。じゃあオーフルは外に出せないね。街をめちゃくちゃにされちゃう。行こうモーフル、クローマと一緒にお部屋で遊ぼう。やあモーフル、元気かい？おお、おまわりさんだ。
うおぉ、何するんだ。モンフル、このまま置いていく気か。誰かがモンフルを呼んでる声がしたね。戻ってきたな、モンフル。早く下ろしてくれ。ありがとう。でもこんないたずらはいかんぞ。いたずら？モーフルが私を屋根に乗せたんじゃないか。でもモーフルはずっと私たちと一緒にいたんだよ。いいや、私を屋根に乗せ、それを見て大笑いしたんだ。こんな風に、はっはっはっは。それってモーフルにそっくりだよ。ねえ鏡さん、鏡の世界を見せてくれる？大変、オーフルがいないよ。まずいな。早くオーフルを探そう。わしの車が。何やってるの、モーフル。何か作ってるとか。ちょっと、どういうつもりなの。これ笑えないよ、モーフル。やっと来たな。こんな冗談はもううんざりだ。全部元に戻してくれ、モーフル。でも、モーフルやってないよ。オーフルは近くにいるはず。レーシングカーになって。わしの車は。モーフル、早く下ろしてよ。でも、あれがモーフルなら、あれ誰？オーフル。どっちが勝つ？本物のモーフルはどっち？これ以上オーフルがモーフルのふりをして悪さできないようにしなきゃ。クローマ、オーフルは緑にして。オーフル、緑？ちょっと待ってモーフル、先にトロイとエイプリルを下ろして。もうオーフルには会わないで済むといいけどね。私たちがいつも絶対捕まえるんだから、もう悪いことするのはやめてね。俺たちにもモーフルみたいなペットがいればな。ミノ、スタイ。よう、オーフル、いいこと思いついたぞ。お猿さん、カメラを返してくれよ。おっと。こりゃ最高だな。なに、どうやって牢屋から出たんだ。まったくけしからん。まずいぞ、フリーズ警官だ。心配するな、オーフル、恐竜に変身しろ。ちょち
ティラノサウルス？うわあ！でもこんなもんか？もっと大きいのがいい。うん、こら、何やってるんだ？おい、嘘だろ？もうちょっとうまく車詰めなかったのか、オーフル。それじゃあモーフル、ヘリコプターに変身して。ありがとうモーフル。猿を連れた悪者兄弟がカメラをあそこに置いて逃げたんだ。悪者兄弟が逃げたの？猿を連れて？早く追いかけて捕まえなくちゃモーフル。はあ、悪者兄弟がクレーン車でやったんだ。クレーン車まで持ってるの？どうなってるんだろう。ありがとうモーフル。見て、あ、悪者兄弟、しかもオーフルが一緒にいるよ。もう悪いことしないで。ミラとモーフルだ。でも俺たちにはオーフルがいる。なんか大きなものになれ。これじゃ座れないよ。席はないのか？急に変身するから落ちるところだったぞ。気をつけろよ。もっとスピード出せよ。この中は狭すぎるよ。ああ、もっと広くしろよ、オーフル。もうやめ。二人と遊ぶの楽しくない。悪いことをしたら最後は絶対にこうなるんだよ。かわいそうに、まだ風邪みたいだね。風邪の時はいっぱい寝なきゃダメだよ。大丈夫だよモーフル、パパと私がお世話するから。おはようミラ。おはようエイプリル。遊びに行こう、モーフルも一緒に。すっごく遊びたいんだけど、モーフルが風邪なの。モーフルのお世話しなくちゃ。モーフルも遊ぶ。あくちょ。ダメだモーフル、寝ないと良くならないよ。でも、いやダメだ。ミラは遊んでおいで、パパがモーフルを見てるよ。ありがとうパパ。ゆっくり休んでねモーフル。またねモーフル。それじゃあモーフル、モーフルにはお話を読んであげるよ。モーフル、モーフルもミラと遊びたい。昔ミラー、どこミラー。モーフルもう元気。あくちょ。
お大事に。うわあ、ああ、こちら。幸運の足の茎がまた役に立った。何してるんだい？モーフルのお気に入りのおもちゃで遊んでるの。アクションマンだよ。だったら、アクションマンはすごいヒーローなの。困ってる人をいつでも助けるんだよ。それから悪者をやっつけるの。例えばこの悪いデビル博士。すごいな。アクションマンを人間にしよう。本当に街の人を助けてくれるぞ。地面に置いてくれ、モーフル。私は正義のアクションマン。デビル博士、私の敵だ。その機械を渡せ。おう、うん、いいよ。うん、楽勝だな。街を救いに行くぞ。アクションマン。モーフル、あの機械を取り戻さなきゃ。急いで、モーフルもスーパーヒーローになって。私の出番のようだ。大丈夫ですよ、私に任せて。道を開けろ。受け止めて、モーフル。あの人に道を渡らせろ。ありがとう、モーフル。邪魔だ。うん、ああ、助けて。私が返しておこう。これは間違いなく私の出番だ。え、なんだ？
り返したぞ、市民たちよ。いや、そいつらは悪者だ。嘘つきは泥棒の始まりだぜ。逃がさないよ。わかったよ。デビル博士を持ってるんだ。こいつの仲間なのか？そうじゃないの。デビル博士はこっちだよ。デビル博士はおもちゃなんだよ。アクションマン、あなたもさっきまでおもちゃだったの。これはおもちゃになっちゃった博士、人間に戻さなくちゃ。そんな、教えてくれてありがとう、小さなお嬢ちゃん。うわぁ、どうなってるんだ。おお、どうすればデビル博士と戦える。私がおもちゃに戻ればいいんだ。してるんだ。早く連行してくれよ。ほらほら、ちょっとだけ待ってろ。やあやあ。見て見て。皆さんこんにちは。今日は恐竜の記念日です。そこでラシード博士の協力のもと、特別な大会を開きます。名付けてスペシャル恐竜レース。わあ、すごいね。私たちも出ようよ。モーフル、ティラノサウルスになって。お待ちください、もう一組選手が加わりました。優勝者に贈られるのはこの美しいトロフィーです。用意はいいですか？ 3、2、1、スタート！俺たちも出ようぜ、ヨルン。ああ、うやうや。
優勝してやろうぜ。皆さんご覧ください、今1位がゴール。恐竜まで盗むとはな、まったくけしからん。優勝おめでとうございます。ちゃったね、モーフル。でもズルしないで頑張った人が勝てた。ああ、モーフル気をつけて。テレフォックスが魔法のペット風でね、映らないようにしばらく離れててくれ。パパにも映っちゃうんじゃないの？魔法のペット風は魔法のペットしか引かないんだ。テレフォックスとパパは家にいるよ。他の魔法のペットに風が映るといけないからね。遊びない？大丈夫、家の中でも楽しく遊べるよね、テレフォックス。おかしくなってるんだろう。クローマも魔法のペット風邪を引いちゃったんじゃないかな。モーフルは近づかないようにして。こんにちは、タカさん。こんにちは、クローマ。クローマはきっと魔法のペット風邪を引いちゃったんだよ。ああ、そうだったのか。大きなシャボン玉が目の前で弾けた後からくしゃみをし始めたんだ。風邪が治るまではお家にいた方がいいよ。そうすれば他の魔法のペットに移さなくて済むから。家でも楽しく遊べるよ。二人でいっぱいいろんな絵を描こう。ミラ、見て！大きなシャボン玉、来たのか確かめよう。わあ！ローレンスさん、アニミをお家で休ませて。魔法のペット風邪にかかっているの。そうだったのか。きっとあの大きなシャボン玉から移ったんだよ。お家に帰って早く風邪を治そうね、アニミ。シャボン玉！シャボン玉がどこから来るのか突き止めよ。見て、モーフル、ボバだ。ボバ、シャボン玉！家に帰って休んでなきゃダメだよ。ボバはお家に帰りたくないみたい。ボバを追いかけよう、モーフル。モーフル平気、モーフル風邪じゃな。くじょくじょ。どうしよう、モーフル大丈夫？ボバを追いかけられる？うん。Thank you.
風の時はお家にいなきゃダメ。風なのにお外にいると他の魔法のペットたちにも風をうつしちゃうんだよ。モーフルにもね。それにお家の中でも楽しく遊べるんだよね、モーフル。うん、おねえポバ、お家の中で遊ぶのも楽しいでしょ。ミラ、モーフル、レモネード作ったよ。レモネード！おっと。後で片付ける。今はこの本を読んじゃいたいからね。私は壊してないよ。ああ、私の絵を踏んづけたでしょ、モーフル。違う、モーフルしてない。喧嘩しない。違う遊びでもしたらどうだい。はい。ルッテルッテルッテルー、ぷりょぷりょぷりょデビル博士、アクションマン誕生。お前の好きにはさせないぞ。モーフルアクションマンやる。いいよ。私の作った機械で全ての人たちを眠らせてやるぞ。ダメ、アクションマン戦う。ヒュ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 。これは面白い。片付けておこう。これでよし。続きはっと。私には勝てないぞ、アクションマン。あれを使って。私のおもちゃ箱は？アクションマン、なんでおもちゃ箱持ってったの？モーフル取ってない。ミラタワー壊した。モーフルの変なタワーなんか壊してないってば。とは一緒に遊ばないからね。うん、モーフルもミラ知らない。ビーだビー。ふん、モーフル遊ぼう一人で。ジャ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 ジョジョジョビュー。ミラいない、つまんない。書くものが思いつかない。モーフルがいればいいのに。ああ、面白かった。モーフル、ごめんね。あんなに怒っちゃって本当にごめんね。絵を踏まれただけだったのに。え？あれはモーフルじゃないよ。パパがうっかりやったんだ。ははー。モーフルの積み木タワーを壊したのもパパ？ああ、そう。おもちゃ箱を持ってったのも？ああ。木の枝のタワーも？ああ、そうかも。ミラ、仲直りできる？もちろん。二人とも、パパのせいで本当にごめんよ。二人に喧嘩をさせてしまった。その、パパを許してくれるかい？もちろん、パパ。イエーイ！ありがとう、モーフル。君はいつでもみんなを助けてくれるね。
から降りてきてちょうだい。ああ、モーフル、助けてくれる？あの子が降りられなくなっちゃったの。早く抱きしめてあげたいわ。私たちを一緒にしてくれる？一緒にってこういう意味じゃないわよ。お前らにパトカーを盗まれたせいで連行するのも大変だ。気にしないよな。モーフル、君がいてよかった。署まで連行するのを手伝ってくれるかい？うん、オッケー。モーフル、待ってくれ。悪者、警察、じゃ。牢屋に入らないで済んだな、スタイ。逃げようぜ。おう、やあモーフル、木箱を持ち上げてくれる？すっごく重いんだよ。え、そうじゃないよ、屋根まで上げなくていいから。戻ってきたのね、モーフル。どうしたの？あなたのお友達が私を木の上に置いて逃げたのよ。そんなのありえない。モーフルはやってない。この目で見たんだから。モーフル、悪者兄弟はどこだ？私たちは見てないよ。何言ってるんだ。モーフルが署に連れて行っただろう。私たちが捕まえてくる。モーフル、巨大ロボットになって。いたずらはもう十分だよ、モーフル。あの木箱を地面に下ろしてくれ。モーフルはずっと私と一緒にいたよ。本当？でもモーフルに見えたよ。モーフルみたいに赤くて足とか緑のところもあったけどね。緑の足？わかった、オーフルだよ。オーフルを止めなくちゃ、モーフル。やあモーフル、ここの片付けを手伝ってくれる？見てモーフル、オーフルは体を赤く塗ってるんだよ。そんな。洗い流したわモーフル。さあ消防車になって。ああ危ないよモーフル。それはモーフルじゃないよ、オーフルか。さあこれでもうモーフルのふりして騙せなくなったね、オーフル。ありがとう、本物のモーフル。オーフル、また来る。みんな、こんにちは。モーフルたちと一緒にタイムトラベルしないかい？今からみんなで恐竜が生きていた時代に行くんだよ。恐竜！たくさんの種類の恐竜たちに会えるぞ。いろんな恐竜のことを勉強しよう。着いたぞ、恐竜の時代だ。ごらん、すごい、ベロキラプトルだね。ベロキラプトルは小さいが危険な恐竜。わあ、やれやれ、いやはや。ふう、危なかったよ。ありがとうモーフル。ねえねえモーフル、ガリミムスになって。いいね。
は恐竜の中でもトップクラスに足が速いの。さすがモーフル。向こうを見てごらん。あれはアルゼンチノサウルスだよ。すっごく大きいね。でも植物しか食べない。大変。あの卵を助けてあげなくちゃ。モーフル、プテラノドンになって。次はこの卵のお母さんを探さなきゃね。うん、アルゼンチノサウルスの卵ではなさそうだ。だね。見て、アルゼンチノサウルスの卵はこれとは全然違う。他を探してみよう。トリケラトプスだ。トリケラトプスには大きな角が3本あるんだよ。あー、すっごくかわいい。でも見て、あの卵は私たちの持ってる卵じゃないよ。この卵はトリケラトプスのものじゃないね。面白いな。おお、本物のプテラノドンだ。わしらを巣から追い払おうとしてる。ねえ見て、あのプテラノドンの卵は私たちの持ってる卵じゃない。早く飛んで逃げよう。急げ。あれはアンキロサウルスだ。硬い尻尾の先をぶつけてすごく強い攻撃をするの。卵の殻を見て、あれも私たちの卵とは違うね。わあ、ワニさんだ。ここは恐竜の時代なのに、どうしてワニさんがいるのかな。ワニは本当に昔からいる種なんだ。恐竜の時代にはもう存在していたんだよ。へえ。でも見て、ワニさんの卵も私たちの卵と違う。はあ、この卵のお母さんを本当に見つけられるのかな。わあ、スピノサウルスだ。足を食べる気だ。逃げろ。モーフル、ティラノサウルスになって。スピノサウルスはティラノサウルスよりも大きいんだよ。食べる気はないみたい。じゃあ何が欲しいのかな。そっか、卵が欲しいんだ。スピノサウルスがこの卵のお母さんなんだね。ふう、危ないところだった。よくわかったね、ミラ。
っこいい恐竜見るの楽しみだね。本物みたいに動いたり吠えたりするのかと思ってた。だったらいいのにね。ガー、アニミ、命を吹き込んで。それって最高。来られて嬉しいけど、これだけ恐竜を見たらもう十分だよ。ねえ、トロイはどこ？ガオわあ！すっごく大きなモンスターがいた！あれオーフルだよ。モーフル、大きなドラゴンになってオーフルを脅かして。ガオう、オーフル遊びたかった。じゃあ一緒に遊ぼう。それじゃあモーフル、空を飛ぼう。うわあ！ブあの人を脅かそう。面白かった。
今の見た？モーフル、ロボットに変身して。ヌルヌルで掴めないね。モーフル、ヘリコプターになって。いたずらしてごめんなさい。それじゃあ魚臭いトロイとお家に帰ろう。こんなに楽しいハロウィンお泊まり会初めて。こんなに魚臭いハロウィンお泊まり会もね。持ってきてないよ。買ってくれないの？お金がないならアイスクリームワゴンを盗んでよ。僕アイス食べたい。早く来て。このワゴンからチョコソースが漏れてるよ。なんてことでしょう。喉乾いてない？農家さんにリンゴジュースをたくさんもらったんだ。パパ、悪者がアイスワゴンを盗んだの。モーフルも乗ってるみたい。そんな、捕まえに行こう。魔法のペットに手伝ってもらおう。グラブ！イエーイ！物を浮かせられるの。モーフル、今行くよ。グラブ、浮かせて川を越えさせて。残っていません。みんなあんなに熱そうなのに。いいこと思いついた。パパ、みんなにリンゴジュースあげよう。うん、いい考えだね。モーフル、スラッシーマシンに変身して。
味しいですよ。お店のメニューに入れます。ありがとう、モーフル。完成だ。この発明品を使えば、君も変身できるんだ。モーフルみたいにね。すごい。猫になった。よし、追いかけっこしよう。モーフル、捕まえてごらん。お手堅く切るぞ。ああ、うん、それいいね。モーフル、恐竜ごっこしよう。私が一番なりたい恐竜はね、史上最大の恐竜、わー、アルゼンチノサウルスだよ。ひゅー。見て、この長い尻尾。どうしよう、壊れちゃったかも。ダメだ、元の姿に戻れない。博士のとこ。うん、そうだね、博士のところに戻れば直してくれる。でも大きすぎるよ、これじゃ林を通れない。モーフル、クレーン車になって。ロボットになって。はあ、本当にごめんなさい博士、発明品を壊しちゃって変身できなくなっちゃったの。大丈夫、すぐに直してあげよう。この発明品は返すね、博士。変身するのはモーフルだけで十分だよ。完成したよ。ご注文通り、たくさんのロボットだ。最高。この前のを気に入ってくれて嬉しいが、こんなにたくさん何に使うんだい？なんでもないっすよ。この調子でもっとどんどん作ってください。僕のミニカー返してよ。ミニカー？トロイのミニカーは知らないよ。嘘ばっかり、ミラが撮ったの見たもん。返してくれないなら君のパパに言いつけるからね。ミラ、ミニカー撮ってない。いいよ、勝手にすれば。トロイ、待って。見つけたぞミラ。とても大事な会議に向かう途中だったのに、よくも泥を投げつけたな。そんなことしてないのに。家に帰って着替えなきゃならんが、このままじゃ済まさないからな、お嬢さん。こんなのおかしいよね、モーフル。どうなってるのか調べなくっちゃ。モーフル、ヘリコプターになって。モーフル、見て。ここにいるでしょ。うん。あれはロボットだよ。追いかけて、モーフル。モーフル、磁石出して。
警察に連れて行こう。おまわりさんに逮捕してもらうんだよ。フリーズさん、いたずらしているロボットを捕まえたよ。それってこれみたいな。え、嘘、何台あるの。博士、早く作ってくれ。精一杯急いでる。ロボットたちはこっちに来たはずだよ。あそこ、ミラいっぱい。を取ってきてくれ。オーケー。あのリモコンで操作してるんだ。いい作戦があるよ。ついてきて。見て、モーフルよ。モーフル？モーフル。モーフル。モーフル。捕まえろ。お前はどこに行かせようかな。なんで？ロボットたち、悪者を捕まえて。やだ、よせ。やっぱりお前たちの仕業か。この牢屋の中はぎゅうぎゅうすぎるよ。おい、もっと詰めろ。いや、いや、いや、アイスクリームもっと取って、悪者捕まえる、悪者捕まえる。もう過ぎた。アイスクリーム、いや。ただいま、パパ。ただいま。おかえり、ミラ。モーフル？泥だらけじゃないか。どうしたんだい？あのね、まずはね、帽子をなくして困ってたおばさんを助けてあげたの。帽子をなくしちゃったの。探すのを手伝ってくれない？モフ、警察犬になって。それであちこちを探したの。モフル、帽子見つけた。そう、帽子が見つかっておばさんはとっても喜んでたよ。そしたら整備士のジョーさんが来たの。モフル、助けてくれ。レッカー車が動かないんだ。モーフル、ジョーになった。それからトリケラトプスにも。それからロボット。ありがとう、モーフル。レッカーすればよかったんじゃない？ああ、そうだね。でも、ローレンスさんも。次に、大工のローレンスさんにお願いされたの。ビルのてっぺんにドリルを置き忘れちゃったんだ。モーフル、クレーン！工事現場はすっごくぬかるんでたの。ありがとう、モーフル。いいことをしたね、モーフル。だけど、今すぐお風呂に入らなきゃ。お風呂？モーフル、お風呂嫌い。モーフル、待って。おいで、モーフル。ただのお風呂だよ。モーフル、お風呂やだ。
どこ行ったんだ？モーフルもお風呂に入ったわけだしね。うん、モーフルお風呂好き。まったく世話が焼ける。モーフル、大きな恐竜になって。あ、モーフル、本当に大きな声だね。それじゃあ、モーフルを眠らせた魔法のペットを探しに行かなきゃね。ちょっとの間、そのカセットプレーヤーを貸してくれる？アイス屋さん。いいですとも。ありがとう。見て、モーフル、町の人たちが寝ちゃってる。さっきの魔法のペットの仕業だよ。あれはすっごく危ないね。早くあのドリルを止めなくちゃ、モーフル。さあ、準備はいいかい？おいおい、マックス、急にどうした？誰か助けてくれ。大変。モーフル、モーフルもゾウさんになって。ゾウさんの顔に水をかけてあげるの。ふう、ありがとう、ミラ、モーフル。また探しに行くよ。モーフル、今度は飛行機に変身して。見つけたよ、モーフル。あの子、静かに寝られるところを探しているみたい。
ゆっくり寝られるところが欲しいんだもん。卵ならきっととっても大きいよ。恐竜？うん、いい考えだね。恐竜の卵を塗りに行こう。わあ！あ、トリケラトプス！卵もあるね。こんにちは、トリケラトプスさん。卵に色を塗ってもいい？私があなたの赤ちゃんを連れてくる。あー、モーフル、ヘリコプターになって。見て、モーフル。ごめんね、プテロダクティルスさん、卵を間違えてた。あなたの赤ちゃんだよ。時間だね。見て、私たちの時代に帰るよ。バイバーイ。おお、おかえり。イースターバニーからのプレゼントがあるよ。わあ、もっと卵塗れる？モフル。
そうだよミラ、冬は毎年スケートに行ってたんだ。マーフルスケート好き。すっごく楽しそう。庭にスケートリンクを作って私たちもスケートしよう。スケート失敗。小さな氷じゃスケートはできないよ。リンクを作るにはたくさんの水を凍らせなきゃ。スケート？魔法のペットに水を凍らせてもらおう。ぴったりな子がいるの。アトモ。わあ。モーフル、ゾウさんに変身して海に行って凍らせる水を買ってこよう。最高。水でいっぱいにして。おい、このスーツは水洗い不可なんだぞ。ごめんなさいバンダーブースさん。ありゃ。モーフル、バンダーブースさんの庭の水を全部吸い込んで。オーフル、スケートリンク作る。大変。モーフル、ロボットになってアトモを助けて。オーフルがアトモの魔法で町を凍らせてる。モーフル、ドラゴンになって炎の息で氷を溶かして。このフリーズ警官を凍らせるとは全くけしからん。ミラ、モーフル、一体どうなってるの？ごめんおばさん、庭にスケートリンクを作ってたらオーフルがアトモをさらったの。まあ、見つけた。オーフル、どうして町を凍らせたの？アトモはヘトヘトだよ。ごめんアトモ、オーフル、スケートしたかった。いい子にするって約束するなら私たちと一緒にやろう。オーフルも一緒に。うん、わーい。さあ行こう。モーフル、ヘリコプターに変身して。を作ると言ってたからこれがいるんじゃないかと思ったの。あげるわ。今の私には小さすぎるから。わあ、ありがとうオーガスティンおばさん。これを履いてる写真を見たよ。私の足にぴったり。ミラ、サンタさんがくれるものはいつも秘密なんだ。プレゼントを開けて確かめてみたらどうだい？わあ。なんだった？空っぽ。本当かい？うん、何にもないよ。もう一度見てごらん。わあ、やった。プレゼントは魔法のペットだ。モーフルって言うんだ。すごい魔法使うよ。よろしくね。
モーフル、猫に変身して。わあ、猫を飼える？モーフル、次は馬になって。わーい、馬も飼える。モーフル、大きな恐竜になって。今までで最高のクリスマスだよ。モーフルは世界一のプレゼントだよ。欲しいもの全部になれるんだもん。モーフル、テレビになって。わーい。つまんない。テレビになるのは好きじゃないの、モーフル？モーフル、つまんない。モーフル、変身して。モーフルに。モーフル？あ、これが本当の姿ね。それじゃ、何して遊びたい？モーフル。モーフル、わかんない。わかった。私がクリスマスの遊びを教えるね。それから、どれが一番好きだったか教えて。サンタさんにあげる絵を描こう。次はクリスマスツリーの飾り付け。雪だるまを作ろう。モーフル、ブルドーザーになって。雪玉を作って。2つ。雪遊びはとっても楽しいからね。でも見てくれ、ソリが壊れた。これじゃあ子供たちにプレゼントを届けに行けないよ。サンタさん、クリスマスプレゼントに魔法のペットのモーフルをくれたでしょ。モーフルなら新しいソリになれるよ。ふん、それはすごくいい考えだね、ミラ。モーフル、私のためにソリになっておくれ。モーフル、君は魔法のペットだ。何でも好きなものに変身できるだろう。モーフル、ミラのペット。ああ、そうか、その通りだ。ミラ、モーフルに新しいソリに変身するよう頼んでくれるかい？モーフル、サンタさんの新しいソリになって。それから、ソリに翼をつけて。
マカイさんたちもみんなで乗れるように。メリークリスマス。よし、お家を作ろう。うるさいな、何の音だ。ああ、こんにちは、バンダーブースさん。ツリーハウスを作るの。私たちのクラブハウスにするんだ。クラブハウス？木の上に？バカバカしい。第一、ツリーハウスを作るのはすごく難しいんだ。君たちにできるもんか。私たちならきっとできると思うよ。見てて。ふん。それじゃあまずは全部の板をちょうどいい長さに切らないとね。ハサミじゃ木の板は切れないんじゃないかな。モーフル、ノコギリになって。次は板を組み立てよう。全然ダメだな、バーキー。釘を打ってくっつければいいんだよ。モーフル、次はハンマーになって。それのどこがツリーハウスなんだ。屋根すらないじゃないか。まあ、やるじゃないか。まあまあだ。それじゃあ木の上に乗せてツリーハウスにするよ。モーフル、変身するのはクレーン。クレーン？あ、クレーン！クレーン、クレーン、クレーン！クレーン！やったおやおやおや、見てごらん、バーキー。本当に立派なツリーハウスだ。待った。合言葉を言って。モーフル知らない。合言葉はね、モーフルだよ。モーフル。わー、イエーイ。イエーイ。なんて綺麗なツリーハウスなんだ。私も欲しいな。おいでモーフル、エイプリルとトロイを呼びに行こう。新しいクラブハウスでパーティーだよ。合言葉を言え。合言葉はモーフル。違う、それは君たちのクラブの合言葉だ。私のクラブの合言葉を知らないなら、まあ、入れてやらん。じゃあ、クラブハウスでのパーティーはやめる。芝生でピクニックするよ。あ、バーキー、私たちのクラブに入る？私も入れてくれないか。もちろんだよ、バンダーブースさん。ありがとう。じゃあこっちのクラブハウスでパーティーしよう。おい、ミラー、パパを見て。どこにいるの、パパ。上だよ。かっこいいね。イエーイ。オーフルもやりたい。わあ、なに？オーフル。イエーイ。パパったら。離してくれ。
オーフル。オーフルもやる。楽しいでしょう。いいや、ちっとも。そうだ、いいこと思いついた。競争しようよ。何？それはいいね。じゃあね、先に山の頂上に着いた方が勝ちだよ。位置について、よーい、ドーン。いやー、止めてくれ。おお、なんて早いんだ。山の頂上まで競争してるの。それならトロフィーがなきゃね。さあ行こう。抜いたな。おお、今のはいい手だな。よくやったね、モーフル。スーパーヒーローになった気分だ。近道思いついたよ。あっちだ、モーフル。おほう、楽勝だな、オーフル。イエーイ。なに、なんとかしてくれ、オーフル。にゃー、こりゃ最高だな。もうすぐ山だ。モーフル、もう疲れた。モーフルも疲れた。モーフル、君の代わりに勝つよ。いや、勝たせん。どっちが勝った？これは引き分けだ。引き分け？どうしよう。大丈夫。こんな時のためにいつもトロフィーを2つ用意してるんだ。すごく楽しかったね、モーフル。イエーイ。え？確かにすごく楽しかった。ここの飾り付けをしてるんだ。私はここを通りたいのよ。ごめんなさい、僕の飾りは邪魔でしたね。いいえ、ごめんなさいね。素晴らしい飾り付けだわ。仲直りおめでとうございます。記念にトロフィーをあげましょう。一体何事だ。何かの魔法だな。ミラ、モーフル、来てくれ。魔法のペットがいるんだ。その子の魔法でみんながおかしくなってる。でも今バレンタインの飾りを作ってるの。図工は後にしてくれ。町のみんなを助けるぞ。でも、一体どうなってるの？いくら今日がバレンタインでも、あんなのは馬鹿げてる。おい、分かってるんだぞ。これはお前の仕業だろ。違うよ。
ああ、本気じゃないよ、モーフル。君に怒ったりなんかするもんか。大好きだよ。ミラ、助けて。あの魔法のペットの仕業だよ。あ、待って。モーフル、待ってくれ。危なすぎるよ。君は安全な地面にいておくれ。いやごめんよモーフル、捕まえられなくて。私たちを信じてバンダーブースさん、ちゃんと作戦があるの。でもでもはなし。モーフル、魔法のペットを連れてきて。さあお願い、町のみんなを元に戻して。魔法で好きになっても意味ないの。好きな人っていうのは自然にできるんだよ。無理やり好きにさせちゃダメ。ワンダーブースさんは？このままにしてもいいかな。こらこら。マーフル遊ぶ。イエーイ。わあ、マーフル取ってくる。大変！
もし生きたティラノサウルスを写真に撮れたら本当に最高だと思うんだよね。モーフル、魔法のタイムマシーンになって。ミラ、モーフル、ガリミムスの群れだよ。わアンキロサウルスだ。今がチャンスだな。ああ、僕のカメラ。
新しいカメラを使うのが待ちきれないよ。家族みんなで写真を撮って壁に飾ろう。写真を撮るならみんなをきれいにしなくちゃね。モーフル、ゾウさんに変身して。オッケー。それじゃあみんなにシャワーをするよ。綺麗になったね。ありがとう、モーフル。ドッ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 。どうしよう、歯がグラグラする。カメラだ。おじさん、僕あれ欲しい。何でもあげるよ、ウィンストン。盗みに行こう。さて、ボタンはどこかな。あ、パオン。どうしたの。大変、パパのカメラが盗まれちゃった。これじゃ家族写真を撮れないよ。取り返してくれよ。急いで、ウォーフル、冷水部会になって。え、もっと早く。はい、チーズ。新しいカメラ、二人とも取り返してくれてありがとう。これで家族写真が撮れるね。でも歯が抜けちゃった、はあ、写真が台無しになっちゃうよ。何言ってるんだ、初めて歯が抜けたんだ。今日は記念日だよ。それにね、またすぐに新しい歯が生えてくるんだよ。本当？みんなで言おう、歯が抜けた。待って、メガネにハエが止まってる。ティラノサウルスがいた。うん、上手に描けたね、モーフル。でも尻尾がないよ。ティラノサウルス尻尾ある。私はプテラノドンがどんなだったか忘れちゃった。恐竜のいる時代に行って恐竜のお勉強をしよう。イエーイ。ブラザータイム、私たちを恐竜の時代に送ってくれる？
かっこいい恐竜の写真をいっぱい撮ろう。モーフル、カメラサウルスに変身してくれる？長いくちばしと大きな翼、それとヘリコプターのプロペラ。うん、今のはすごく変わった恐竜だったね。イエーイ。見てモーフル、ティラノサウルスだよ。ティラノサウルスは本当に大きいね。牙もすっごく大きい。それからローラースケート？私、あんなことする恐竜は見たことないよ。他の恐竜を探しに行こう、モーフル。僕は最強のスーパーヒーローだよ。この車だって簡単に持ち上げちゃうんだ。モーフル、手伝って。私もスーパーヒーローよ。空を飛べるの。ビュー、フッフー。誰か助けて。この子は遊びたいだけだ。噛んだりしない。私に犬を近づけないで。この人をほっといてあげて、おじさん。分かったよ。どうもありがとう、スーパーヒーロー。本当に助かったわ。名前を教えて。僕は。それは言えないの。私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対秘密なんだよ。トロフィーを返せ。俺は高校で何の賞も取ったことないんだよ。なあ、でもこれがあれば俺もナンバーワンバレエダンサーってわけだ。
わかったわかった、トロフィーは全部返すよ。いやいや、それは君らにあげよう。なになに、一番捕まった人、俺たちチャンピオンだな、やったぜ。皆さんご覧ください、トロフィーを取り戻してくれたヒーローたちです。一つお聞かせください、あなたのお名前は。それは言えないんです、私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対ヒーロー。僕はトロイ、私はエイプリル。マーフル、もうお見事、おめでとう。景品はこの大きな赤ちゃんの人形だよ。ああ、モーフル、力持ちな腕を出して。おお。大きい赤ちゃん、楽しいティーパーティーをしましょう。マーフル海賊ごっこ。あ、アニミー、この赤ちゃん人形に命を吹き込んでくれる？いらっしゃい、ローレンスさん。こんにちは、アニミに工事を手伝ってほしいんです。わかった、ちょっと行ってくるね。モーフル、大きなドラゴン
丈夫。モーフルの力は10秒経てば戻るよ。この子はヌリー、新しい魔法のペットなんだ。他の魔法のペットの力を10秒だけ消せるんだよ。だから他の子と一緒にペットショップには置いておけないんだ。二人でヌリーを見ててくれる？任せてパパ。みんなで一緒にかくれんぼして遊ぶよ。よかった、頼んだよ。今の聞いたか？あのヌリーってやつを使えばついにモーフルをやっつけられるぞ。大変、モーフル、とっても大きなロボットになって。そうはいかないぞ。どこ行ったんだ？この冷蔵庫、真っ赤だな。怪しいぞ。撃て！見つけた。逃げよう、モーフル。もう逃げられないぞ。モーフル、変身して。何になっても無駄だ。鏡に。光線が当たったからヌリーの魔法の力は10秒間使えなくなったよ。うわ、しまった。モーフル、とっても大きなロボットになって。逃げろ、スタイ、早く！モーフル、レーシングカーになって。ねえ、見て、これ私のレーシングカー。僕だって持ってるよ。どこどこ？ここここ。ワンワン。プルル。これが私のレーシングカー。イエーイ！モーフル、私たち一番だよ。待って。木が道を塞いでる。モーフル、カンガルーになれ。僕の車だってジャンプできるよ。それは無理。車はジャンプなんかできないもん。僕のはできる。だってこれはね、ロボットだもん。私のはユニコーンの羽が生えるの。わあ、気をつけて、溶岩だ。モーフル、今度はロケットになって。僕のロボットカーにはスーパーロケットがついてるんだ。私のユニコーンカーには魔法の角があるの。魔法のゲートを作るよ。じゃあこれにはついてこられるかな。このロケットはすっごくすっごく速いよ。あれ？サラとトロイがいない。引き返そう、モーフル。
いたいた。どうしてついてこないの？だってモーフル早すぎるんだもん。わかった。二人も一緒にモーフルロケットに乗ればいいんだよ。ほら乗って。見てモーフル。え？みんなモーフル助けてくれ。悪者兄弟がわしのタイムマシンを使ってティラノサウルスを盗んできたんだ。今の俺たちはただの悪者兄弟じゃないぜ。今日から俺たちは恐竜泥棒だ。モーフル、パトカーに変身して。街は俺たちのものだ。観念しろ。ここは私の守る街だ。見てモーフル、ティラノサウルスが膝を怪我してる。モーフル、救急車に変身して。恐竜が乗れる大きな救急車だよ。この絆創膏じゃ小さすぎるな。モーフル、クレーン車に変身して。俺たち今年もクリスマスプレゼントをもらえなかったな。やあ君たち、クリスマスプレゼントにロボットをもらったんだ。だから古いロボットを捨てに来た。クリスマスは最高だな。わあ、ロボットだ。こいつを使ったいい方法を思いついたぞ。ちゃんと動いた。ロボットサンタ、プレゼントを探して全部俺たちに持ってきてくれ。ああプレゼント全部取る。ガオウビュン、捕まえられないぞ。ウービュン。捕まえてやる。ビュン。サンタさん？プレゼントいただき。そんな。返してよ。ビュー。
プレゼントいただく。うわ、なんでサンタさんがこんなことを。あと追いかけてみよう。モーフル、トナカイになって。捕まえて、ミラ、モーフル。なんだ。ああ、私のプレゼント。ああ、サンタさん。ゴミの集積場？誰の仕業か分かったね。帰ってきたぞ、スタイン。見ろ、夜、ついにクリスマスプレゼントをもらえた。あ、スタイン。それはみんなのプレゼントだよ、悪者兄弟。あ、ミラとモーフルだ。まずいぞ、逃げろ、夜。じゃあみんなにプレゼントを返しに行こう。イエーイ。やった、ありがとう、モーフル。やあ、ミラ、モーフル。こんにちは、フリーズさん。おまけのプレゼントを届けに来たよ。あ、最高のプレゼントだ。ありがとう、ミラ、マーフル。イエーイ、やった。今日はハロウィーンだよ、マーフル。一番怖いものに変身しなくっちゃね。やってるんだ。町の人がみんな変な格好をしてるぞ。なんて素晴らしい仮装なんだ。二人ともまるで本物の海賊みたいだね。ぜひハロウィンの仮装コンテストに出てくれ。行くぞ、海賊フィル。そして優勝者は、あの素晴らしい海賊の仮装をしている2人組だ。さあ受け取ってくれ、このトロフィーを。何？受け取る？何かをもらうなんてごめんだね。海賊は何でも盗むんだ。しまった、本物の海賊だ。素晴らしい。それじゃあモーフル、お菓子をもらいに行こうよ。お菓子を全部奪ってあの二人に仕返ししてやろう。でもどうする、あのモーフルってやつは何も怖がらないぞ。
け怖い。怖がった顔を見るのは最高だな。私はハロウィンが大好きなんだ。子供をいっぱい脅かせるからな。お化けじゃない？そうだよモーフル、安心して。お化けなんていないの。そうか、モーフルはお化けだけは怖いみたいだな。やるぞフィル、ついてこい。見てモーフル、モーフルのおかげでこんなにたくさんお菓子をもらえたよ。うわあ、怖いお化けだぞ。あー、お化け。モーフル待って。あの赤いのさえいなきゃもう怖くない。お菓子は全部俺たちがいただくぞ。モーフル、私だよ。怖がらないで。モーフルの力が必要なの。海賊がみんなのお菓子を取ったんだよ。でもお化け怖い。ブワー。モーフル、あのお化けは偽物だよ。見て。お化け偽物？そう。だから怖がらなくていいんだよ。いや。お化けじゃない。まずいぞ。平気だね。お化け怖くない。お菓子を全部取り返されちゃったな。海賊フィル、モーフルにお菓子を取られなかったのか？これは子供から奪ったお菓子じゃないよ。海賊の仮装を気に入った大人からもらったんだ。トリックオアトリートだよ。なんだと？俺にもお菓子を分けてくれよ。そうはいかないよ。このお菓子は俺がもらったんだ。自分でもらってきなよ。そう言うなよ海賊フィル。ちょっとだけでいいから。一個だけでいい。いやいや、あげないよ。もおもちゃの恐竜になって。こった。物に命を吹き込む命光線銃を学会に持っていくところだったんだが、落とした拍子におもちゃの恐竜を本物にしてしまった。壊れたからこのままじゃ恐竜たちを元に戻せない。ミラ、直すまで恐竜たちの面倒を見てくれるかい？もちろんラシード博士、みんなで楽しい遊びをして待ってるね。よかった、大急ぎで直してくるよ。戻ってくるのを待つ間、野球をして遊ぼう。
こしよ。ティラノサウルスが鬼ね。よし、思ったより時間がかかったが修理完了だ。すぐに恐竜たちをおもちゃに戻そう。いない間に問題が起きていなければいいが。はあ、なんてこった。一緒にピクニックしない？すっごく楽しいよ。ありがとうミラ。でもこれは治ったし、恐竜たちをおもちゃに戻さないと。じっとして。ラシード博士、おもちゃ恐竜たちはおもちゃに戻りたくないんだよ。本物の恐竜でいる方がずっと楽しいんだもん。そうだねミラ。だがこの町に恐竜の住めるところはないよ。あ、いいこと思いついた。動物園のケニスさんならみんなを飼ってくれるかも。まさか巨大なおもちゃの恐竜かい？そう、ラシード博士が間違えて命光線銃で撃っちゃったの。動物園におもちゃ恐竜たちが住めるところはあるかな、ケニスさん。そうだね、大きい動物が住めるところは一つしかなくて、そこではもうゾウが暮らしてるんだ。だが旅をしていた時に誰も住んでいなそうな島を見つけたんだ。そこならおもちゃ恐竜たちにぴったりだよ。じゃあその島に行ってみよう、モンフル。見えてきたよ。ミラ、モーフル、パパのメガネを見なかったかい？うん、パパ、ここにあるよ。うわ。
会ったことなかったね。プレイジーだよ。魔法のペット。プレイジーは魔法でどんなものでもおもちゃにできるんだ。なんでここにいるんだろう。魔法のペットショップにサンタさんが来た時に紹介したんだよ。サンタさんたちのおもちゃ作りを手伝えるからね。サンタさんの家に送ろう。晩御飯までには帰ってくるね。イエーイ、サンタさん。おお、プレイジー。わあ、あの魔法のペット、おもちゃを作れるんだ。僕あれ欲しい。いい作戦があるぞ。モーフル、レーシングカーになって。北極に出発。雪走れない。雪の上を走れるものじゃないとダメだね。モーフル、ソリに変身して。ロケットエンジンをつけて。さあ、おもちゃを作ろう。悪者たちからプレイジーを取り返そう。プレイジー、心配したんだよ。あちこち探し回ってたんだ。魔法のペットショップにいたんだよ。全部おもちゃに変えてたの。おやおや、プレイジー、ミラが帰る前に全部元に戻しておくれ。ほっほっほー、この子を連れてきてくれてありがとう。どういたしまして、サンタさん。ほうほうほう、ひひ。ここにある車を全部次の現場に運んでほしいんだ。さあ、次の現場に行こう、モーフル。まったくけしからん。着いたよ、新しい建設現場だ。あ、あのトラック先に来てる。ああ、あのトラックだけは運ばなくていいんだ。自分で来られるんだよ。ゾーン博士が作ってくれたロボットダンプカーなんだ。前にもあったよね。ローレンスさん、
あんたのトラックから車が落っこちて町が大変なことになってるんだぞ。ああ、本当だ。トラックが空っぽだ。どうしたらいいかな。モーフルがロボットダンプカーと一緒に車を探してくればいいんだよ。うん、それはいいアイディアだ。モーフル、モーフルもダンプカーになって。ねえ、競争しよう。車をたくさん見つけられた方の勝ち。よし、モーフル、頑張って探そう。1台目はロボットダンプカーが見つけたね。次は私たちが見つけよう。見て、モーフル、セメントが固まって動けないんだ。モーフル、ジャックハンマーになって。このままじゃ乗らないよ、モーフル。もっと大きなダンプカーになって。見て、モーフル、ロボットダンプカーも車を2台見つけてるよ。次に車を見つけた方の勝ち。鉄球クレーン車。大変、悪者兄弟が乗り込んでる。やめてよ、悪者兄弟。トロイの家なのに。俺たちはもう悪者兄弟じゃない。今の俺たちは壊し屋兄弟だ。見てろ、次はこの家を壊してやるぜ。ダメ、私たちの家。モーフル、ねえ、ロボットになって。これで終わりじゃないからな、覚えてろよ。お家を直すの、私たちも手伝うよ。競争はおしまいにして、力を合わせよう。ことだ。ああ、ツリーの星が盗まれた。その上、フリーズ警察官は今お休みなんだ。
どうしよう。ああ、まったく最高だ。イエッサー。モーフルと私が事件を解決するよ。モーフル、警察犬に変身して。きっと手がかりだね。飾りなんか取ってない。だがその犯人は褒めてやる。私はクリスマスが大嫌いなんだ。喜んでるのはロマンチストだけさ。広場に行ったぞ。でもツリーの星は取ってない。ああ、そうさ、俺たちが盗むのはもっといいものだ。今回の俺たちは雪泥棒だからな。ツリーの星様はどこなんだろう。見てモーフル、海賊が持ってる。クリスマスは大嫌いだ。実にくだらん。だろ、海賊フィル。その海賊モーリス、俺、実は俺…なんだ、はっきり言え。その、今日はクリスマスだからさ、プレゼント用意したんだ。トロフィーだよ、最高の海賊に。あ、ツリーのお星様じゃないね。あ、なんて嫌いのか、うん、初めてクリスマスプレゼントをもらったよ。メリークリスマス、海賊モーリス。メリークリスマス、海賊フィル。大変、鳥が海賊のクリスマスプレゼントを取っちゃった。モーフル、警察のヘリコプターに変身して。イエーイ。
このカササギさんの巣に本物のツリーのお星様がある。悪い子悪い子。この子は悪くないよ。カササギにはね、キラキラ光るものを集める癖があるの。カササギションボリ。あー、そうだ、いいこと思いついた。光るものが好きならクリスマスツリーに住んじゃえばいいんだよ。2年に一度の水風船と砂のお城大会、始まり始まり。子供チーム対大人チームだ。まずは砂のお城を作って始め。砂のお城ができたね。それじゃあ水風船を用意して。いいお城ができたね。きっと勝てるぞ。ああ、相手は子供だしな。素晴らしい戦いだったよ。この大会、君たちが優勝だ。おめでとう、みんな。正々堂々と勝ったね。このお城でもっと遊ぼうよ。私もトロフィー持ってもいい？見ろ海賊フィル、宝があるぞ。だから、だから俺たちは海賊だぞ。海賊フィル、海賊の好きなものは何だ？その点、宝だ。はは。でも強そうな砂のお城の中だぞ。ああ、でも俺たちにはこの大砲がある。
ょう。こっそり出られる穴を掘って。お城を守ってくれる？私は水風船を探してくる。パパ、もっと水風船ちょうだい。海賊がトロフィーを狙ってるの。水風船はもう残ってないんだ。ならこれに水を入れたらどうだ。うん、これにもね。宝を奪えるぞ。何？海賊ビル、大砲を撃つんだ。だから海に行くんだ。みんな留守の間お店をよろしくね。みんな行ってきます。くっペッペッ。よし、仕事にかかるぞ夜。あ、うん、スタイも食べてみろよ。あ、すげーうまいぞ。こんにちは奥さん、この日差しは暑すぎませんか。ええ、本当に心配してくれてありがとう。打ってやれ夜。涼しくなったでしょ。海の中まで競争しようよ。うわあ、なんで氷が張ってるんだ。お礼はいらないぜ、プレゼントだ。心配しないでパパ、私たちが止めるから。モーフル、とっても大きなライオンになって。
しこれでモーフルも終わりだぞ。そんなモーフル大丈夫だよモーフル、すぐに出してあげる。ああ、モーフルもやられたのか。パパ、出られたんだ。ああ、今日が暑い日で助かったよ。さあ、モーフルも出してあげよう。イエーイ！今度は大きな車になって。でも、タイヤにスパイクをつけてね。これなら氷の上でも滑らないよ。それならこうだ。アイスクリーム食べる？アクション。何？やあミラと、モーフル、風邪をひいたみたいなんだ。これじゃあ仕事ができないよ。お手伝いするよジョーさん。モーフルも。じゃあそこの車を急いで持ち主に届けてくれるかな。持ち主はリストに書いてある。名前が全部インクで汚れちゃってる。でも頑張ればきっと届けられるよモーフル。とっても大きなダンプカーになって。トラクターはおまわりさんのフリーズさんに届けるみたいだよ。トラクター？そう、多分これにはそう書いてあると思う。これは。ごめんねフリーズさん、急いでるの。それじゃあね。するけど、多分このリストにはパトカーをここに届けるって書いてある。え？Thank you.
えて、車を本当の持ち主に届けよう。まずあのトラクターの持ち主は農家のボブさん。アイスクリームワゴンの持ち主はアイス屋さんのお兄さん。いや、ミラ、モーフル、どうだったかな。ちゃんと全部の車を届けてきたよ。おお、よかった。リストは役に立った？モーフル、今年も今日で終わり、明日から新しい年だよ。今年は新しい友達がたくさんできたね。モーフル、空飛ぶ家に変身して、今年友達になった子たちを全員迎えに行こう。どこ行く？最初に行くのはフィービーのとこ。おはよう、ミラ、モンフル。おはよう、フィービー。今ね、今年友達になった子たちを集めて回ってるんだ。一緒に新年のお祝いをしよう。来てくれる？フィービー。それすっごくいいね。もちろん一緒に行くよ。次に迎えに行く子もね、山の上に住んでるんだよ。祝いをするから、今年友達になった子たちを集めてるんだ。マウンテンジャイアントも来てくれる？さあ、次に行こう、モーフル。ここに住んでるはずなんだけど。みんなも一緒に新年のお祝いしない？どうしよう、このお家じゃ小さすぎて入れない。モーフル、もっと大きな家になって。よし、次に行くのは、ミラ、みんなで新年のお祝いをしに来たのに、花火が全部消えてしまったんだ。そんな、それなら私に任せて。マーフル、飛行機に変身して。